今日は全ソートアルゴリズム入場地下ソート上最大トーナメントというテーマで最強のソートアルゴリズムについてお話しします。バキのパロディを交えながら技術的な内容を楽しく学んでいただければ嬉しいです。バキを知らない人はごめんなさい。今日は最強のソートアルゴリズムを決める地下ソート上最大トーナメント開催します。さまざまなソートアルゴリズムたちの戦いとトーナメントの意外な決着をぜひ見届けてください。そしてそもそも最強とは何なのかについても考えていきたいと思います。ネタのように見えて意外と深いテーマになっていると思います。まずソートとは何かというところから説明しましょう。ソートとはデータを特定の順序に並べ替えることです。この例のように順番がバラバラな数列を1、3、4、5、5のように小さい順に並べ替えることがその一例です。人類は長い間研鑽を積み、さまざまなソートアルゴリズムを開発してきました。代表的なソートアルゴリズムにはマージソート、クイックソート、ヒープソートなどがあります。こんなにたくさんのアルゴリズムがあるのを見ると、誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。最強のソートアルゴリズムは誰なのかと、今日その疑問に答えるため、最強のソートアルゴリズムを決めるトーナメントを開催いたします。というわけで、全アルゴリズム入場。ピボット選択は生きていた。さらなる分割を積み、インプレース狂気が蘇った。愚心、クイックソートだ。並べたいからここまで来た。最初の考案者は不明。完全二分岐のピットファイター。ヒープソートだ。パイソニストの前でなら、これはいつでも全盛期だ。燃える闘魂、ディム・ピーターズのピムソート。本名で登場だ。メイドの土産に、メモリーとはよく言ったもの。フォン・ノイマンの奥義が今、実戦で爆発する。ロス・アラモス流ソート術、マージソートだ。ソートは実装で使えてなんぼのもん。超実戦 C++ 術、本家 STL からイントロソートの登場だ。挿入ソートだったら、このアルゴリズムを外せない。超永久ソート師、シェルソートだ。ほとんどソート済みの数列のソートは、このアルゴリズムが完成させた。ダイクストラの切り札。スムースソートだ。ソリティア4000年の歴史ら今、ベールを脱ぐ。最長増加部分列から、ペーシェンスソートだ。以上、8名の選手によって、ベルト争奪戦を行います。さあ、いよいよ、トーナメントの開始です。しかし、この戦いは、意外な決着を迎えます。なんと、全試合が引き分けとなり、全員優勝という結果になりました。これは、格闘漫画だったら、読者からのブーイング必須な結果ですが、なぜこのような結果になってしまったのでしょうか。実は、ソートアルゴリズムには、これ以上早くできないという理論加減が存在します。そして、今日の選手は、すべてこの理論加減に達していたのです。言うなれば、出場選手が全員、裕次郎だった、みたいなものですね。では、なぜ、ソートには限界があるのでしょう。それを詳しく見ていきましょう。円弧の数値を並び替える組み合わせの数は、N の階乗通りあります。この中から、たった一つの正解を見つける必要があるのです。比較に基づくソートアルゴリズムは、本質的に、二分二として表現できます。二分二の高さを H とすると、最大で2の H 乗個の並べ替えの組み合わせを区別できます。ここまでの議論を整理すると、
すべての数字の並びを比較するには、n の階乗が2の h 乗以下であるということが必要となることがわかると思います。ここで、スターリングの公式という階乗を近似するための便利な公式を使います。スターリングの公式を使うと、n の階乗をこのような式で近似できます。このグラフを見ると、n が十分に大きければ、両者はほとんど一致するということがよくわかると思います。スターリングの公式を適用して、さっきの不等式の左辺を近似して計算していきます。確認したい人は動画を一時停止して、鉛筆を持って計算してみてください。この式をさらに計算していくと、最終的にこのような3つの項の和で表される式になります。ここから先は、この式の計算量を議論していきましょう。計算量の議論をする前に、計算量の表現記法を紹介しておきます。ビッグ O は上階で、必要な計算量の上限です。これよりも大きくなることはないという意味ですね。オメガは下階で、最低でもこれ以上計算を減らすことはできないという意味です。上階と下階が一致する場合は θ で書きます。さっきの式の3つの項のうち、この中で最も大きな項は n ログ 2n です。なので、ログ 2n 階乗の中で最も影響力が強い項は n ログ 2n になり、これによって最低でも絶対に計算しなければいけない計算量が決まります。ここでいろいろな近似をしているから、厳密には計算量は違うのではないかという疑問が湧いてくるかもしれませんが、計算量の下階という観点からは厳密に統合が成り立ちます。これが計算量の上階、下階を表す記号であるビッグ O やオメガを用いることのご利益です。つまり、どんなに相当の計算を効率化しても、オメガの n ログ n の計算量は避けられません。これが理論上最速であり、これ以上に速い汎用的な相当アルゴリズムは存在しないのです。今日の選手たちの平均計算量を見てみると、クイックソートもヒープソートもマージソートもその他の選手も皆平均計算量が理論下限のビッグ O n ログ n に達していました。だから全員引き分けの全員優勝となったのです。しかし、それぞれのアルゴリズムには得意不得意があります。クイックソートの平均計算量はビッグ O n ログ n ですが、最悪計算量はビッグ O n 2乗です。長所は追加メモリ不要なインプレースなアルゴリズムであることですが、短所は最悪計算量がビッグ O n 2乗になることです。逆順に並んでいる場合など、特定の入力で性能が劣化します。ヒープソートは平均、最悪計算量ともにビッグ O n ログ n です。長所は最悪計算量が保証されていることとインプレースであることですが、短所はタスクの分割がしにくく、並列化が難しいことです。マージソートは平均、最悪計算量ともにビッグ O n ログ n です。長所は最悪計算量が保証されていることですが、短所は追加でビッグ O n のメモリが必要なことです。これはマージソートが分割して並べ替えてその後結合するという操作を繰り返すため、元々の数列の他にもう一つの数列を覚えておく必要があることに由来します。実際の使い分けとしては、クイックソートは多くの言語の標準として使われています。最悪計算量が保証されているマージソートは安定性が必要な局面で力を発揮するでしょう。リアルタイム性を重視するなら、最悪計算量が保証されていて、なおかつ追加メモリを必要としないヒープソートが強いです。組み込みのように計算資源が限られている場合には、特に力を発揮するということですね。平均パフォーマンスでは、今日のトーナメント出場選手たちに劣るものの、特定条件下ではより高速なアルゴリズムも存在します。奇数ソートは入力データのフォーマットが限定されている場合に有効ですし、カウンティングソートは値の範囲が小さい場合に力を発揮します。入力データが一様分布している場合にバケットソートはとんでもなく速くなります。
これらのアルゴリズムは汎用性では今日のトーナメントの出場選手たちに劣るものの、特定の状況ではめちゃくちゃ強くなるという局面を適切に選べば大活躍してくれるアルゴリズムということです。結論として、ソートアルゴリズムに最強は存在しません。それぞれに得意不得意があり、最適があるのみです。汎用的にはパフォーマンスが劣っていても、特定条件下では圧倒的に強くなるアルゴリズムもあります。公園では最強になる、元で異像のようなものですね。みんな違ってみんないいという言葉がありますが、まさに相当アルゴリズムもそうです。それぞれの特性を把握して、状況に応じた適切なアルゴリズムを選ぶことが重要なのです。ただし、バブル相当、てめえはダメだ、最強は存在しないと言いましたが、明確な握手は存在します。バブル相当は分かりやすくて初心者向けということ以外に、ほんと褒めるところがありません。実践に連れていくのはやめましょう。今日はバキのパロディを交えつつ、相当アルゴリズムの理論加減についてお話ししました。最初は半分ふざけて作ったネタだったのですが、思いがけず最強とは何かという素朴な疑問を考え直すきっかけになってしまったことに自分でも驚いています。これからもこのチャンネルでは、科学や技術の面白さをバーチャルの世界から伝えていこうと思います。それでは皆さん、次回の動画までごきげんよう。